チョウノチャンネル登録よろしくお願いします。はい、チョウノチャンネルです。今日はですね、もう大晦日スペシャルということで、今年1年を振り返る。お前いきなり振ってくるよね。もうこれね、大晦日、配信するのが、武藤さん2023年たくさんのことがありました。そうだね、今年が、ね、今年1年はどうでした？いやー、新しい1年で何たって引退したんだから、今年ね、1月2月がもう本当に忙しかった、もう大晦日から大晦日じゃねえ、元旦から新助、新助中村対グレートムタがあって、それは何、1日、どこ、横浜アリーナ、日本武道館で、グレートムタの最後は、ね、1月にあって、あ、でも 1.4 も出てるよね。 1.4 も出てて、で、2月に引退試合して、まあ長野にも手伝ってもらったんだけど、で、その後今度は4月にはこのあれだよ、レッスルマニアにね、あれして殿堂入りで、殿堂入りフェイン、あれ、あれは何、やっぱでかいアリーナ、あの試合も見たの？でかいよ。見た？見たよ。いや、8万人だから、8万人ぐらいのフットボールのスタジオを2日間続けてたからね。あ、2日間やった？8万人フルハウスでさ。で、その前日が、その、日本武道館ぐらいの体育館かな。それもフルハウスで、そこで殿堂入りとか、イベントやったりとかして。試合が、レッスン前に終わった翌日もまた試合してんだよ。でもあれだよね、なんだっけ、その解説かなんかに今やってるじゃん、アベマで。アベマでね。もうだからもう WWE の選手は大体もう全部覚えてるじゃん。覚えてないよ。全然覚えてない。いや、だから、まあ2023活躍したの WWE の選手って誰がこう注目してる選手？シンスケ・ナゴム。シンスケ・ナゴム。あ、それ日本人ね。あ、じゃあそのアメリカの選手とか。アスカ。日本人じゃない。いや、なんかアメリカの、今、誰がトップだの ?WWE は。わからないんだけど。いや、うちのね、息子が WWE 見てるんだよ。このアベマで、このアベマ無料放送してんだよ、今。あ、ただで見れるの？ただで見れるの。で、たまにこのペーパービューがあるんだけど、ただになってからうちの息子、追いかけるように見てて、教えてもらった、で、こいつ今トップだよって、名前ちょっと固有名詞わかんねえんだけど、それはあいつの息子だよ、なんだっけかな、あのジャマールじゃなくて、あの、なんだっけか、ローキじゃなくて、なんだっけ、あの、なんだっけ、ここに今出してもらったのね、なんとかですよ、ロッキー、RODにいたの、RODって、RODー、団体って、ムースでかいけど、ムースアースだったら3枚のやつ。全然、それ、邪魔あるじゃないよ。だから、いとこだよ。マネージャーも全然ダメじゃない。全く理由。ロージーの息子が今トップ、弟がトップ。なんか。で、力士の息子が、兄弟でトップやってんだよ。トップでこうやって戦線出てんだけど、俺、この、子供とこんなちっちゃい時に、あの、力士とか遊び行ったらさ、俺のモノマネしたり、この二人が。あ、そうだね。あの、タトゥー入れてる二人？多分タトゥー入れてるよ。それも一戦でやってるっすよ。なんか、違うんじゃねえかって。なんで、だからさっきから首横に振ってるの。大丈夫？いや、大丈夫だよ。それ。あの、力士の息子やってる。ってことは、2024も早々に多分解説があるわけでしょ。あるっていうか。多分あるよ。いや、まあまあ、たびたび今、WWE の仕事で、ね、稼働させられてるっていう。してますよ。向こうのこの選手の技とかって、覚えてる？フォールオフェイムに行ったらさ、パンフレットがあったんだよ。この殿堂入りの俺たちの、俺のね。で、
釜ヶ溜があるんで、釜ヶ溜があるんで、あれ、ムタロックになったから。もう名前が変わるんだよ、今ね、同じ技でもね。ムタロック。多分俺が初めてアメリカで出して。前にさ、G1 の記念大会かなんかで、俺と武藤さんとゴン君呼ばれてる、覚えてる？ん？誰と？ゴン君もいた時。ゴン君って誰？ゴン君、サッカー選手の。あの時さ、決勝戦で棚橋選手かなんか、まだ上がってきてて、で、棚橋選手がドラゴンスキルとかね、いろいろ、あれ、俺の真似してんだよって。で、その後に、なんか、また技やったら、ああ、足読むし、ああ、俺も、俺の真似なんだよって。で、もう、すごい品種方覚えてる。まあ、それから呼ばれたくなってんじゃん。もう、試合解説じゃなくて、全部、自分の解説になってたっていう。WWE は、大丈夫？いや、俺、解説はしてないよ。だって、選手と対応だから。同時通訳とか、いるんだよ。もう同時通訳とかする。いや、アベマもいろいろあって、英語だけのチャンネルと、同時で日本の解説と、またこれね、おちゃらけて、こうやってスタジオで、芸能人とか詳しい奴らがこう見ながら、はいはい、この飲み物飲みながらこうやってやってる、そうやってやるのに今度は招かれてるんですよ、今度。じゃあ本筋から外されてるね。うん？まあまあまあ、お客がどっちをチョイスするかっていうね。武藤さんの解説は好き？うん？どう？好き？解説？好きじゃないよ。本当に。でも、昔も解説もしてたよ。全日本だとか、自分の団体のところ、たまに。してた。俺ね、どうしてもね、自分の自慢話ばっかり言っちゃうから。いや、ただね、全日本の時とかを例えた若い選手の、タイトルマッチとかさ、そういうところはやっぱ自分の団体だから、ちゃんとした解説してたと思ってる、確か。そうそう。覚えてないけど。それはね、やっぱもう敵地に行くとね、もうまあ素晴らしいわ。そのうち新日本プロレスのところで自分の興行のし、ね、日程でも発表するんじゃないかと思ってた。それぐらいの勢いあったよね。ただもう引退してるからね、そう、なんて自分のことを、俺がには、もう言わないでしょって。もう、証明もできないしさ、それを。もう今は引退してるからさ。でも23年後だからもうその、4月5月ぐらいまでも結構忙しくしてたわけじゃん。そうだね。のんびりできるようになった。いつだろう。まだのんびりできてない。いや、今、ほぼほぼいい感じだよ。週に2、3回稼働して。かといってトレーニングね、したりとかして。なんかね、趣味はなんか新しい趣味になりそうなものないよ。今はやっぱり酒飲んでうまいもの食うことはね。趣味で。ただ、うまいものと酒を飲むには、やっぱりトレーニングしてないとさ、病気にもなっちゃうし、酒なんか汗かかないとうまくないからさ。どれぐらい飲んでるの今？ん？毎日？毎日飲んでるよ。で、時たまワインとか、こう、飲み行ったりとかしてね。でも、宗次郎君もお酒は一緒に付き合う？付き合わない。あ、付き合わない。一人で。一人か。一人で。家ではね。じゃあ何も外食で今誰かに誘って、食べに行くって言ったら何系が一番、寿司に行く？いや、両方行きます。あとはこうちょっとした変わった料理とか。でもまだ食べるよね。だから練習しないと食べれないじゃん。で食べるっていうのが好きだからさ。だからやっぱり腹すかしてこう練習してトレーニングしたりとか。そうそう、やっぱ食うんだよな、みんなね。そう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 。もう何、ダイエットしない？いや、それでも痩せてってるよ。痩せてる？いや、こういうところはさ、痩せてってんだけど、ウエストだけでかくなってんだよ。もう日によってさ、俺らってコンディション違うじゃん。だからさ、多分今日は武藤さんが腰曲がってっからさ、多分3センチ ぐらい縮んでるんだよ、多分今日。縮んでるよ。ね、こうやって曲がって。で、俺今日はさ、調子いいからちょっと腰がまっすぐない。これ3センチ伸びてからさ、多分2人の差が、5センチぐらい背の差なんでね、今日は。俺がまっすぐ立てるから。
で、それが多分逆のパターンで、この俺が腰曲がって、武藤さんがまっすぐ向きが逆になってるしさ。いや、俺、だって、俺の中で、一日です、ある。俺、朝なんかこんなだよ。朝、起きたばっか、こんなになって。本当に曲がっていく。だん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 、少しずつ、温まってきた。写真の時とかだけ一瞬だけ、一瞬頑張ってね。伸ばすやん。一瞬頑張って。そうそう、普段はね、もうみんな170センチぐらいしかないんじゃないかってぐらい、かがで歩いてからね。そうそうそう。普段あれだよ。悪魔の手まり歌みたいな。おばあちゃんぐらいだよ、俺。おばあちゃんぐらいで、これ。あの、おばあちゃんぐらい。で、私は、じゃあ、まあ、ちょうど今ね、武藤さんまだ12月の20、何でしたっけ、誕生日が。3で、61と。そう。60になってからってどうだったの？去年から。慌ただしかった。慌ただしい。慌ただしい。充実してた。そうだね。だよね。うん、結果的にはそうですよ。まあまあ、なんたって引退のあれがあったわ。うん。じゃあ、来年の60、まあ今年っていうのかな、2024の61の年ってどういう感じの年になる、うん、いや、わかんないけど、まあ、このまんまいければいいかなぐらいの。うん、まあ、このまんま稼ぐ、うん、稼いでないじゃん、そんな。ただもう、ぼち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 このまんま。はあ、そんなにさ、無理もしたくないしさ、そんな稼働もしたくない。この YouTube、こんな稼働したくない、こんな。身を削ってこんな YouTube なんかしたくないよ、俺。うん、でもこれね、Twitter と変わんないよ、そんな。まあ、変わるじゃん、これもこんなんて。Twitter もポソってやってやればいいだけだって。まあまあ、編集もしなきゃいけないよ、ね。編集したり、このまま誰か、ここは例えば誰かと、ね、こう組んでやんなきゃいけなかったり、この、週に 2,3 回は稼働するんでしょ、こうやって、うん、いや俺だからね、もうこういうなんか一緒になった時撮ってる、うん、もう中さんなんか普通にプライベートただ飲んでるところとかさ、家で、うん、もう本当に稼働するのが嫌そうだよ、本当に、うん、あれでも長州さん好きでやってんの、あれ違うの、どうなの、分かんないな、分かんないね、嫌いだったらあそこまでやらないよね、うん、だってあそこまでプライベート見せないでしょ、ねえ。あれは不思議だよね。うん。あ、でも、張さんはね、その分だけこう、見てる視聴者数とかもすごいじゃん。うん。藤波さんはね、頑張って編集してね、細かく企画立てて撮ってたけどね、全部滑ってるからね。ああ、いや、その言えないけど、まだ。ええ。うん。藤波さんの方が全然しっかりした作りしてるよ。だからなんかいろいろドラゴンゲートじゃなくて、なんだっけ、ドラゴンスタジオ、オーマーズ、ドラゴンスタジオ、スタジアムだって、そのなんか、あの、え、そんなのは、そう、企画を立てて若いスタジアム、うん、あ、スタジアムっていう企画、企画、うん、そう、若い選手を教えていくと、うん、でそれをちゃんと YouTube で撮って、あの、ちゃんとプロの編集の人たちがちゃんとやったの、長州さんみたいな、あんないい加減な方じゃなくて、だってこんな真面目なことやったって多分あまり見てる人って面白くないんじゃないの、うん、うん、そうそう、藤波さん。だって見てる人が全員プロレスラー目指すわけじゃないもんね。いや、俺はあんまり言えないけど、さっきまで藤波さんのことね。ただ藤波さんは、俺 YouTube でさ、今年の5月かぐらいに、あの、マッチョドラゴンだったでしょ。うんうん、あれをね、ちょっとその、ディスるって意味じゃなくて、ちょっとこう、ふざけて取り上げたら、NHK の人がそれ見てて、で、マッチョドラゴン9月かなんかに、あの、放送されて、NHK でね。そう。あ、なんか見て。そう。それで、なんか今、あの、なんか、瞬間らしいけども、なんか折り込んで、なんかこう、上位の方に来たって。そこで俺、密かに、うん、らしくもないぜ、俺、プッシュしてたんだよ。陰ながら。誰？木村さん？木村君。いやでも木村さんのね、あの歌聞いたらやっぱ素晴らしいよ。いいよ、石原裕次郎が歌ってたら、あんなもん、あの、ミリオンだよ。ああ、木村さん何やってんだろう。木村さんも私、釘じゃん、釘だろ。ああ、でも木村さんも体調悪いんだよね。足がね。ね。本当に。まあでも武藤さんは、で去年か一昨年ぐらいの時からしたら、もう、引退後がもう、もしかしたら、歩けなくなるんじゃないかっていうね、感じがあったけど、今はなんとか歩いてるよね。だけど、基本的に治るものじゃないじゃん。うん、だから、
じゃあ良くなるかって、レシアやってないから良くなるかったら別に、うん、もう壊れてるもんだから、良くならないのはちょっとね、寂しいというか辛いというか。うん、かといって動かなかったらもっと良くなくなるような気がしてさ、悪くなるような気がして。うん、じゃあ、ウドさん、今年2023年、うん、なんか、漢字1字でなんか相談するとしたら。1字、うん、2字でも3字でもいいよ。1字は、1字で、うん、あれだよ。漢だよ。猪木漢字の漢。ああ、官僚の漢。漢、うん。素晴らしい。なるほど。ね。ということで、はい、年末最後のね、大晦日の、今年2023年最後は、武藤さんということで。まだ大晦日も2ヶ月あるけどな。蝶野ちゃん、登録よろしくお願いします。あいえ、蝶野。